キャー怖い。オオスズメバチ。一番怖い。一番怖い。5月25日、今年は2週間来るの遅くなりましたが、クワガタの木にやってきました。いるのでしょうか。こうやってやらないとクモの巣に引っかかるから、キャー、草むらがすごい怖い。やがてやがて、よし、ジュラン照らして照らして、よしよしよし、クワガタ見た、ほら、ここ捕まえて捕まえて、早く川つか、いた、そんなこと、あ、いた、よっしゃー、ちょっと見せて。初告は、初告は今年5月25日、去年は5月12日でした。まだこの時期は、まだまだまだ後ろか、子はないって。毛虫大丈夫、こっちこっち照らして、嫌だじゃないよ、大丈夫。あ、すごいじゃん、蜜が、蜜がすごい。上の方、いない、マジで、あ、いたいたいた、落とすよ落とすよ。ヒラタっぽい。嘘、ヒラタ、ヒラタ、嘘、え、ちょっと待って、どうやって取ればいい。ヒラタっぽい、やばいやばい、ちょっと待って、ユラ見えないって、電気照らしてよ。待って、あ、コクはコクはヒラタ、そんな簡単に見つからんて。よし、もう一回もう一回、上上上上上、さっきだって私が見つけた。オッケー、大きなコクは 2個。私去年毛虫が体にくっついちゃって、それ以来クワガタ取りが恐怖症になってます。今回2日目のクワガタ取りです。今日はいるかどうか、あ、今日昨日雨が降ったからいるかなと思うけど、やっぱりちょっと風が強いし、ちょっと寒いね。そうするとクワガタ潜ってるから、私一番いっぱいいるやん。これでこうやってやって、この巣を絶対いますように。あー、いや、いらんね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 。あ、ムカデ、ムカデ、ムカデ、大きいよ、ここ。そうだぜ、すごいすごい、待って、パパいて、俺ら逃げよう、大丈夫、ソラ君おいで、大丈夫だって、見るだけだったら来ないから、どこ、ほら、キャー、ちょっと。
get the win this time? 3日目クワガタ取り。1日目は25日3匹、2日目は27日の4匹。今日は何匹でしょうか？よし、レッツゴー。周りを見る。こっちの川に隠れた。あそこの下。この足にどうやって取る？水に。うん。そういいよ。そう取らない。そうそう取らない。そう。Between the tree. ヤモリもいるよね。ヤモリも一緒に下もうちょっと下がヤモリ。やった！一気に2匹。今回はクワガタとヤモリです。クワガタ取ります。1匹目。さっき2匹は、逃げちゃったんで。よいしょ。ヤモリも？ヤモリ。ほら、破れとるか。そうじゃん。うん、ヤモリ。いいじゃん、ヤモリ。ヤモリバイバイ。クワガタ。じゃあ何だったのさっき。10分。え、こんなとこに？なに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 ？クワガタでした。木じゃなくって今日はコンクリートのブロックにいました。ピュラン取って。イエーイ。ねえ、蜜の匂いやばいね。クワガタ取り4日目。木の間に2匹いる。捕まえたいけどできるかな。頑張ります、頑張ります。うわー、なかなか取らせてくれません。出てこーい。取って取って取って、早く早く。あーやばい。よし、あーよし、出てきた出てきた。死闘の戦い。よし、ごめん、よし、ティラ、あ、あー、よし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 、はい、ターゲット、あと1匹いるで、そう、ここの中にもう1匹いるんだわ。待って、うん、ほら出てきたけど、もう俺取れない。取れる、ちょっと待って、これ照らしてくれんと。片手で。あ、そっか、私が取るわ、じゃあ。よし、うわ、よし。4日目5匹見つけたけど、1匹逃げられちゃって、
4匹になりました。メスが2匹とオス2匹コクワです。まだノコギリには合ってません。今日は5日目です。今日はいるのでしょうか。今日は遅くなっちゃって11時半に来ました。向かり出すとこ行くわ。ゼロ匹です。ゼロ匹でもまだ毎日毎日続けて取りに来ます。今日は5日目です。10時半。もはやこれは子供のためにやってたクワガタ取りやけど、子供男の子3人いるけど誰もついてきてくれません。結局はこの10年間クワガタ取りずっとやってきてますが、クワガタ取りの趣味は子供のだと思ってたら私になっちゃいました。今から絶対ノコギリを捕まえます。レッツゴやっぱり昨日も来て、昨日一昨日か今日も来たけど、もしかしたら私より早い時間に誰かが撮ってるのか、この今見た2箇所の木なんだけど、3年前からずっと来てて、3年前ぐらいからは、まあ、1シーズンで60匹ぐらいは余裕で撮れたんだけど、ちょっと木がアリンコに食べられてたり、こんな感じだから、もうもしかしたらこの木にはクワガタいないのか、私が取りすぎてクワガタがもう少なくなっちゃったのか。だから今回取ったクワガタ合計15匹ぐらいはもうこの動画の後返しに来たいと思います。それで来年またたくさんクワガタが生まれてくるといいなって思います。でもまだまだ諦めずに、あとこの6月1ヶ月は必ず調べていきたいと思います。ノコギリいませんでした。ついにいました。やったー、キャー、ノコちゃんビューティフォー。すっごい大きいわけではないけどすごい綺麗。ムカデもいるから取れるのが怖いけど、やっといた、イエイ。ノコちゃんゲット、イエイ。ノコちゃんゲット、イエイ。ノコちゃんゲット、イエイ。